さあこんな感じでお相撲アクション、さあ画角、どうもこんにちは、ミカスです。今日はねこちらを紹介しようと思います。DJI がねオズモポケットに引き続き出してきたゴープロ殺しですね、オズモアクション。早速今日はねちょっとこれを紹介してみようと思うんですけども、こんにちは、どう出たズベヤダルシ。説明書が結構分厚いのが入ってますね。お、バッテリー、なんだこのバッテリー。両面テープがついてるんで、これまあ貼り付ける台座ですよね。丸い方は平らで、四角い方はこう反ってるタイプになりますね。回すのか、あ、回すんだ。ガタが一切ない、これはいいぞ。ここはまあ GoPro 互換になってますね。ちなみにさっきのバッテリーが入ってたケースなんですけど、マイクロ SD カードを入れられるところがついてます。なので、まあ、予備でバッテリー買って、まあ、SD カードと一緒に持ち運べると、親切設計ですね。はい、で USB-C とあとネジね。では本体見ていきましょうか。まあ形はこんな感じなんですね。で今、ケースがついてるわけなんですけど、ケースはまあこう前側から開ける。さあ硬いかな、あ、柔らかいわ、これ柔らかいわ。 GoPro なんかはねここのケース硬いんですよね、それに比べたら柔らかいです。さあそして、あー、なるほどね、ケース自体にはやっぱり結構ズボッとはまる感じかな。はい、出た。大きさは縦にちょっと薄いんですよ。で横幅はちょっと GoPro より大きい。そして、厚みは GoPro よりちょっと厚い。まあほぼほぼ一緒ですよね。そんな気にするほどの大きさの違いはないっていう感じです。ともう見てわかる通り、ここに液晶モニターがついてるんですよね、裏と表と。だからまあ自撮りするときなんかに、まあ、この液晶モニター使えますよといったものなんですけど、まあ大体ねこういう広角のカメラって別に自撮りするときねモニターなくても大体自分の方をレンズ向いてれば広角なんて収まるっていうね。だからそんなに、じゃあこの液晶モニターがものすごいメリットなのかっていうと、そうでもないかも。そもそもちっちゃいから映っててもあんま分かりにくいしね。まあまあ参考にはなるんじゃないかといった感じですよね。で、このオズモアクションに関してはここが外せるようになっていると。でまあ ND フィルターとかね、いろいろオプションとして用意されてるっていうことなんですけど、まあ実は GoPro もこの四角いとこ外せるんですよね。まあそれが四角いか丸いかみたいな違いなんじゃないでしょうか。さあ、上部、電源ボタンと録画ボタンで、こっちに QS ボタン、カスタム設定できるボタンみたいですね。でその下に、はい、SD カードを入れるところと USB-C をつなぐところがあると。で反対側は、あ、何もないです、マイクしかないですね。で後ろ、底面がバッテリー入れ、ちょっと入れちゃいましょうか。出っ張ってる方がレンズ側みたいですね。でガッチャンと、お、光りました、なるほど。で取り出すときはここを開けて、こっちも開ける、お、こっちを開けてこっちも開けるとビンって出てきます、ビンって出てきますね。はい、そんな感じでございます。さあ、そしてですね、まあ防水であると、GoPro のように裸のままこのまま水の中ボチャンといっても大丈夫ですよと。で例えばね GoPro で 4K の60個まで撮影してると、もうね GoPro ってね触れないぐらい熱くなるんですよね。そのぐらいその 4K 映像を処理するのっていうのは熱を発するわけなんですけど、ここね、ここ排熱らしいんですよ。排熱、防水なのにここから熱逃げるんだと思って、すごいですね。さっきね前面のモニターに関しては GoPro が情報表示だけに対して、オズモアクションはもう液晶画面ですよって話したんですけど、後ろの画面がでかい。GoPro はねこれ黒いんですけど、よく見るとこのなんていうのかな、側があるんですよね。実際にはモニター小さいんですけど、オズモはちょっと分かりにくいんですけどね、一回りでかいです。で今 GoPro の方がやたらこう反射してると思うんですけど、これはね保護フィルム貼ってあるからなんでちょっと比べづらいんですけど、反射はね比較的少なくできてますね。で
まあ、ちょっと電源入れる前に、拡張性の部分、アクションカメラってこういうウェアラブル的なカメラって人によっていろんな使い方すると思うんですけど、例えば、スキーとかスノーボードとか、それからマリンスポーツだったりとか、あと自分みたいにバイクにつけるだったりとか、もしくは頭につけて自分が見たままの映像を撮るっていういろんな使い方が想定されるんじゃないかと思うんですけど、拡張性なんですよね。例えばね、ちょっと自分の動画はバイク乗りの人が結構見てくださってる方が多いんじゃないかと思うんですけど、ソニーね、ソニーのアクションカムっていうのは外部マイクとあと USB で電源供給しながらマイクもさせるっていうのが最初から備わってるんですよね。もう早く新型出してくれよと、まあ、思うんですけど、もう出ないのかもしれないですね。まあいいや、はい。それで、GoPro に関しては、まあ、外部マイクをさそうとするとこういうものが必要になるんですよね。このでかいの、この失敗作これは誰もが思う失敗作ですよね。 GoPro ぐらいでかいっていうね、はい。まあ、ここ一応 USB ついてるんで電源も供給できるんですよね。で、ちょっとね、大相撲アクションに関しては、ちょっとね品切れで買えなかったんですけど、大相撲ポケットの時からちょっと欲しいなと思うオプションで、まあ、GoPro でいうこういうののめっちゃちっちゃいやつ、こんなちっちゃいやつがあるんですけど、それを、まあ、ここに挿して外部マイクの入力はできそうです。まだちょっとこれで試してないんであれなんですけどね。ちなみにここのカバーは GoPro と同じで取り外しできるようになってますね。はい。では電源入れてみましょう。おい、来た。お、早っ。早いわ。オズモポケットと一緒で、まあ、スマホアプリで連携させるためにこれアプリのダウンロード先ですね。まあ、ちょっととりあえずそれは置いといてと。で、ちょっとね、じゃあね、画面の大きさ見てみましょうか。ちなみに GoPro は遅いんだな。もうすでにオズモアクションの方がレスポンスの良さがちょっと際立ってるんじゃないかと思うんですけど、さあ、後ろの液晶画面こんなに違います。液晶画面大きい、見やすい。なるほど。そしてちょっと今一瞬触っただけで気づいちゃったんですけど、タッチパネルなんですね、両方とも。で、タッチパネルの反応なんですよ。 GoPro のタッチパネルは調子悪い。ほら、誰もそんな操作は望んでない何やってんだ。メニューを出したい。あ、出た。 GoPro の液晶画面はこの通り動きゃしねえんですよ。動きゃしない。何これ。もうちょっともうこれ消したいのにね、これもう消えないですからね。あ、消えた。はい。あ、なんか写真撮った。こんな感じなんですよ。そこでオズモアクション、オズモポケットと一緒でこのように、下から右から左からとこういろんなメニューが出てくるんですけど、反応が段違いですよね。操作感が抜群です。でちょっとね軽く設定しましょう。まず4K で、4:3、16:9、それから 2.7K、フル HD という風にありますね。で自分はまあ主に 4K で使うわけなんですけど、フレームレートがね最大60までいけるとね。もうね、今時はこの小さいカメラでも 4K の60コマが普通に対応してる。というか 4K の60コマをちっちゃいカメラで初めて対応したのって DJI なんですよね。 GoPro の前にまずドローンでファントム4で 4K60 コマを採用されて、あのちっちゃいカメラでね、すげえな DJI、 すげえなと。いつかこういうものが出る時代が来るだろうと、まあ、その時ね、噂されてたわけなんですけど、まあ、ついにね、もう本格的に GoPro 殺しに来たといった感じなんじゃないかと思うんですけど、はい。まあ、4K の60コマ対応していると。そして、ソニーなんかはね、まあ、30コマしか使えなくて、まあ、いい悪いは別としてですよ、30コマまでなんですけど、 GoPro とソニーで最大の違いってプロチューンっていうのが GoPro にはあって、細かく設定がいろいろできたんですよ、撮影の設定が、カメラの設定というかね。ソニーはね、そういうのがちょっとついてないのが、まあ、弱点の一つではあるんですけど、オズモアクション変えられます。シャッタースピード変えられます。まあ ISO 感度はもちろん変えられるんですけど、ISO 3200まで、変えられるみたいですね。で、ISO オートにしといた場合に最大の ISO 感度をいくつにしますかっていうところなんですけど、まあ800ぐらいかな。
これ以上やると多分ねノイジーになるんじゃないかと、ちょっとまた夜ね撮影はしてみようと思うんですけど、はい、こんな感じでございます。で露出も変えられると。まあでもシャッタースピードはマニュアルでしかできないのかな。オートの時にシャッタースピードを変えるってことはできないですね。はい。で、それ以外に、まあ、ホワイトバランス、あと色ね。色は、まあ、ノーマルか、シネライク、自分でね、カラグレする人はこっちを選ぶんじゃないかと思うんですけど、まあ、とりあえずノーマルでいきましょう。で、ここで魚眼にするかどうかの選択もできるようになってます。これね、欲しい人多いんじゃないですかね。魚眼嫌いだっていう人結構いると思うんですけど、魚眼のオンオフ、ここで設定できます。はい。で、フォーマット。まあ、MOV と MP4 と両方選べるようになってると、すげえな。まあ、MOV で自分はやります。そんな感じですね。さあ、そして、まあ、他にもね、いろいろ機能はあるわけなんですけど、この人間マークを押すと、まあ、何パターンか自分の設定を保存しておくことができるんですよね。で、ここを押すことで、その、保存した設定を一瞬で呼び出すことができるんで、これは用途に合わせてね、パターン登録しておくといろいろ面白いかもしれないですね。はい。で、画面の明るさ。すごいタッチパネルの精度がいいというか反応いいわ。おう。で、まあ、ロックも効きますね。あ、これはいいな。で、セッティング。ボイスコントロールがついてます。GoPro みたいなものなんですけど、ただね、これね、言語が英語か中国語しかできないんですよね。まあボイスコントロール必要な場合って手が届きにくいところだったり、例えば頭にくっつけといて声で録画スタートとかねストップとかねするときに使うんじゃないかと思うんですけど、英語の発音をね、綺麗に発音してあげる必要があるんじゃないかと思います。で、スナップショット、まあ動画、写真、スローモーション、タイムラプス、HDR、バーストで、まあ、Wi-Fi だったり、まあ、操作音の大きさだったり、グリッド出しますよとか、アンチフリッカー、スクリーン、オートスリープ、オートパワーオフと、いろいろね、ここで設定ができますよと。言語、日本語にしてなかったですね。そっか、日本語にすると、あ、表示変わったな。まあこんな感じです。風ノイズ低減ありましたね。で、縦横の自動、あとこれなんだ、フロントが全画面表示、あ、そっかそっかそっか、前側の画面見てみましょうか。はい、こんな感じです。縦には画面大きいんですけど、この情報を表示する場所があるんで映像的にはすごくちっちゃいんですよね。だけどさっきも言った通り、その画角が広いんで、まああってもなくても、まあそんなに、こう、例えばね、自撮りするときに自分の顔を画面の一番端に入れときたいときに、どのぐらいに向きに角度をつければいいんだろうっていうときは重宝するかもしれないんですけど、大抵レンズを自分に向けとけば収まるんで、まあそんな感じです。そんな感じですね。はい。まあまあ、ないよりはあった方がはるかに便利であると。で、切り替えするときは画面を2本指で叩いてあげると、2回叩いてあげると画面切り替えができると。ではちょっとね、次はアプリと接続してみましょう。はい、ということでこのようにですね、まあオズモポケットをお持ちの方ならよくわかるんじゃないかと思うんですけど、まあ、アプリの方からね詳しい設定いろいろできるようになってます。オズモアクションのね背面液晶で見るよりもまあ分かりやすいんじゃないかな。こっちの方が一覧で出るんでね、ガッと全部出るんでね、画面大きいんでね。さあちょっとね、ちょっと撮ってみましょうか。あそっか、撮影しながらはできないのか。まず EIS、これが手ブレ補正になるんですけど、手ブレ補正がね GoPro より強力であると。あ、撮影しながらはやっぱできないんだな。ちょっと今の映像が手ブレ補正なしです。手ブレ補正なんですけど、これオンにするとかなり狭い、かなり狭い。GoPro のハイパースムースは、まあ、10% 狭くなるんですけど、これはね 20% ぐらい狭くなると。痛いな、痛いな。こういうね、そのウェアラブルカメラってね、もう今これ手ブレ補正すんげえ効いてるの分かると思うんですけど、ウェアラブルカメラって身につけるものなんで手ブレ補正は重要なんです。重要
で、まあ、例えばこのソニーがね空間光学ブレ補正を搭載してきてこれすげえなと。でその後 GoPro がハイパースムース積んできてもっとすげえなと。ただソニーは画角狭くならずに手ブレ補正効いたんですよ。でもっと手ブレ補正強力だけど画角がちょっと狭くなるんですね GoPro はね。でもまあこの GoPro のハイパースムースはかなり使えるんですよ。うん。でオズモアクションさすがにここまで来るとちょっと画角狭くなりすぎだなっていう、そこまでじゃなくていいわっていうのが個人的な感想なんですけど、どうですかね。まあウェアラブルカメラって画角広くないと、要するにウェアラブルした時に結局これって人間の見た目に近い映像が撮れるっていうところが最大のメリットだと思うんですけど、画角狭くなっちゃうとどん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 普通のカメラで撮った映像に近づいていっちゃってどうなのかなっていうところではあるんですけど、まあまあちょっとそれもね GoPro と比べながらちょっと見てみましょうか。はい、まあ、そんな感じで、まあ、アプリの方でいろいろ設定もいじれるといった感じでございます。さあでは外持ってってキングオブウェアラブルカメラの GoPro に対してこの新しいオズモアクションがどんな画質でどこまでの手ブレ補正が効いて画角はどうなのか、使い勝手はもう間違いなく明らかに GoPro よりいいです。で問題なのは実際どんな絵が撮れるのかですよね。では行ってみましょう。さあこんな感じでオズモアクションと GoPro ヒーロー7ブラック並べて比較映像を撮っていこうと思います。さあではまずは手ブレ補正オフで比べてみましょう。背面液晶でかいですね。映ってっかな。さあ画角ね、だいたい後ろの画面見る感じ似たような画角なんじゃないかな。ほぼほぼ一緒だと思われます。はい、こんな感じです。今両方とも風切り音の低減はオフにしてあります。風そんな強くないんであんまりブオブオ言わないかもしれないんですけど、風の音とかもしくは自分が喋ってるこの声、音声の拾い具合どうですかね。でちょっと動いてみましょう。まあ手ブレ補正オフなんでブレるんじゃないかな。はい、じゃあねちょっとねバイク寄ってみましょうか。寄る寄る寄る、どこまで寄れる、どこまで寄れる。ちょっとこの川崎のマーク、川崎もうこの辺でもうピント合わないんじゃないかな。どうだろうどうだろう。はい、こんな感じですね。こんな感じこんな感じこんな感じ。ちなみにね今 4K の60個まで撮っております。最高画質。まあ、両方ともね手ブレ補正がその電子式の手ブレ補正なんで、まあ、デジタルズームっぽくなるということで、今が、そのデジタルズームになってない最高画質であると。こんな感じですね。この砂とか、この草の解像感はどうでしょうか。こうするとわかるかな。砂の解像感出てますかね。GoPro の方は GoPro カラー、オズモの方はなんだっけノーマルで撮ってます。さあではちょっとねもうちょっと歩いてみましょうか。はい、歩くとこんな感じでまあブレブレなんじゃないかと思います。では手ブレ補正オンにしてみましょう。さあ今度は手ブレ補正オンにしました。画角が全然違うぞ。GoPro は 10% 小さくなってる、大きくなってる、拡大されてるわけですね。それに比べてこのオズモアクションかなり画角狭くなってるな。っていうことはそんだけデジタルズームされてるっていうことですよ。はい、今この位置でもうオズモアクションは画面いっぱいいっぱいになってます。バイク GoPro の方はまだ余力がありますね。なるほど。では歩きましょう。まあ多分ね手持ちで普通に歩く分にはおそらくそんなに差は出ないんじゃないかな。うん。まあただ身につけるってなった時にもうちょっと大きく差が出るんじゃないかとは思うんですけど。走る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 走って回る回る回る走る走る走る
走って回る回る回る。さあ走るとどうかな。ね、横向けて歩いてます。どうかな、ブレどうかな。回ってみましょうか。さあまあこんな感じで、手ブレ補正オンにするとちょっとね、正確というかね、撮れる映像が変わってくるっていうのがお分かりいただけたんじゃないでしょうか。まあだからね、このデジタルズームされてちょっとシャープさに欠けるというか、多分解像感に欠けてもやっとした映像にちょっとなっちゃってるんじゃないかと思うんで、手ブレ補正を撮るか画角を撮るかっていうところがちょっとこの GoPro と Osmo Action のまあ選ぶ時のポイントになるんじゃないかとは思うんですけど、ちょっとね、軸方向に回転方向に揺らしてみましょう。どうかな。左右チルト回転方向、まあこんな感じですね。さあ、GoPro はフル HD だとスーパービューっていうとんでもなく広い画角が選べるので、フル HD 同士で一番広い画角ってなるとこんな風に違うわけなんですね。さすがにこうやって比べちゃうともう圧倒的な画角の差があるわけですよ。で、身につけた場合の画角の広さってすごく大事で、どんなに手ブレ補正が効いててもやっぱり頭が上向いちゃったとかね、体が下向いちゃったとかね、なった時にやっぱりその映像の中に入る範囲が広いと、この辺でね、今 GoPro 端に手が映ってるんですけど、この辺のものがね入らない、こんだけ下がるわけですよ。こんだけ手ほぼ1個分、これはすごい画角のやっぱ差になっちゃうんですよね。はい。まあ、そんな感じですよ。使い勝手は最高にいいんですけど、手ブレ補正も、まあ、一番強力。ただ、画角はだいぶ犠牲になる。で、手ブレ補正オフだと、それなりにブレる。ジンバル使うっていう人はね、もう間違いなくオズモの方がいいんじゃないかなっていう気がしてます。こうやってね、手持ちで撮る場合の話ですよ。ただですよ。こういうヘルメットにね、固定したりっていう使い方をしようと思ったら、まあでも GoPro よりマイクの部分ではいいのかな。あとは給電はまあまずできない仕様ですね、今のところは。はい。さあ、今度はですね、GoPro も Osmo Action も、いわゆる普通のカメラみたいに魚眼じゃない状態にしてます。これはね、4K ではできなくて、今両方ともね、フル HD にしてあるわけなんですけど、まあ、魚眼が嫌いな人はね、こういう風にどっちのカメラも使うことができるんですけど、画角はね、まあほぼ一緒かな、ほぼ一緒ですね。はい、ちょっとわかりますかね。今 4K60 個まで一番熱くなるモードで2分半撮影してるんですけど、見えますかね、これピント合ってっかな。オズモアクションの全面の液晶画面がなんか曇ってます。マジか。大丈夫かこれ。さあ今度はちょっとヘルメットにつけてみました。いや、手ブレ補正オンだとやっぱり画角狭いなこれ。今音声はね、こっちのソニーの方で、撮ってるんで、今カメラ2つついた状態で走ってるんですけど、画角がしんどいな。まあこんな感じにもうミラーも入らない、感じですね。ちょっと一回止まって手ブレ補正オフってみましょう。でもな、ちなみに手ブレ補正オンだと、いやすごいな、回転方向もうまく補正してくれてますね、やっぱり。まあいいや、じゃあちょっと一回止めて、
ソニーと比べちゃうと狭いな。あれ？カメラの向きがちょっと水平じゃない感じなんですけど、それは勘弁してください。どうだろう、手ブレ補正オフ、バイクのヘルメットにつけるので手ブレ補正オフってすげえ久しぶりなんですけど、このソニーのねアクションカムの空間光学ブレ補正が出て以来、ヘルメットカメラ全部ブレ補正ありで使ってるんで、まあまあこんな感じですね。まあ、ちょっとね音声に関してはそのオプション品がね全然オズモポケットの時から買えないんで、まあちょっとね取れないんですよ、あのヘルメットをつけた状態でね。まあ映像的にはヘルメットカメラ、まあこんな感じで撮れるといった感じでございます。さあ夜でございます。まあ、GoPro も Osmo Action も、ISO800 ですね、800でこんな感じです。どうでしょう。まあ、Osmo Pocket がね夜結構綺麗に撮れてたんで、この Osmo Action も綺麗に撮れるんじゃないかと思うんですけど、今ちょっと背面液晶を見てるだけなんで今のところまだ何とも言えないですね。どうでしょうか。なんかでも同じ ISO 感度にしちゃ GoPro の方がやっぱり明るいというか、まあ、DJI のカメラってコントラスト強めなんでそのせいなんですかね。はい、こんな感じでございます。はい、 ISO1600 はこんな感じ、 ISO3200 だとこんな感じです。ということで夜景でした。さあいかがでしたでしょうか、オズモアクション。いやーもうね最高発っていうだけあって、まあまあ何しろね使い勝手は抜群にいいんですけど、肝心のですね手ブレ補正ですよね、この回転方向のねブレ補正はねもうとんでもないものがあるんですよ。なんでそんなに動かねえんだというところはあるんですけど、やっぱりね画角がちょっと狭い。まず画角っていうのはこういう身につけるカメラにとってすごい大事で、人間のね見た目の画角に近いっていうのがね非常にいいところなんですけど、ちょっとねどんどん狭くなってっちゃうっていうのは本末転倒だなっていうふうに個人的には思いました。であともう一つはですね、これはもうがっかりしたというか、以前ね自分 GoPro Hero 6、まあ、これですよ、これの手ブレ補正がすごくね5から強力になったっていうことで、で撮影してみたら、確かにね手ブレ補正すごくねこっち方向ねいいんですよ。だけどこうなりながらこうパンする状況だとカクカクしちゃって使い物になんねっていうことで、もう車の窓ガラスに貼り付ける専用カメラにしちゃったんですよ GoPro6 はね。でそれが7になって見事にそれを改善してきたんですよ。 GoPro 大したもんだなと思ったんですけど、どうやらね同じ道を歩んでるようでこのブレ補正しながらのパン、あとチルトもそうですね、が補正してるみたいにギュンギュンっていうねなんかカクつきが出ちゃうんですよね。これで使えないんですよ。まあ、ウェアラブルカメラで手に持って歩くのがメインっていうものじゃないので、手に持って歩いてる時の手ブレ補正っていうのはまあ今はねもうどれもねすごいいいんですよ。
でどういう時に手ブレ補正が必要なのってやっぱりね身につけるんで、こう激しく動いた時の手ブレ補正っていうのが重要なんですけど、そこでカクつきが出ちゃう、一番重要なところでカクつきが出ちゃうんですよ。なのでまあ個人的にはね、まあ、まだちょっと発展途上だなと、 GoPro と同じ道を歩んでるなっていう風な印象を受けました。だこれもね自分的にはじゃあこれどう使うのって言ったら、やっぱりジンバルつけるか、車の窓ガラスに貼っつけるかとか、あとはバイクで自分向けてね、こう置いとくとか、あそれいいかもな、あのね全面液晶あるんでね、うん、まあ、そういう使い方になっちゃうかなっていう感じですね。はい、ということで今回はオズモアクション紹介してみました。以上です。じゃあいね。さあいかがだったでしょうか。もしよかったらね、こちらも登録お願いします。じゃあいね。